ははいいどうもこんばんば小林隆でございます、えー、今日もね土曜日ということで料理動画やっていきたいと思います。えっ、ー、とねシェフロピアっていう、えー、YouTube やってるイタリアンレストランのシェフの方がいらっしゃって、えー、その方の動画の中で、えー、伝説のイタリアンのシェフ日高屋さんって方がいらっしゃってその方が作ってた、えー、アクアパッツァっていう、えー、お店の裏メニューで出してるという じゃがいものカリカリチーズ焼きをやってみたいと思いますえ元の動画も貼っておきますけどもね僕なりにチャレンジした動画ですよろしく言ってみましょうはいそれでは早速調理していきましょうまずじゃがいもね結構大きめのやつになっちゃいましたけどねじゃがいも2個をまずは、えー、茹でていきますね結構これ柔らかめに茹でていいということなんで思いっきし柔らかく茹でちゃって大丈夫ですで、茹でてからこう皮を剥いていきましょうね まあ、茹でて皮を剥くのって結構気持ちいいよねペーリーってこう剥げていくところねはいこんな感じでじゃがいもきれいに2個剥いてきましたでこれはねあのー、マッシュしていくんですけれども、えー、マッシャーみたいなものがないんでこの穴あきおたまでやってますけどねだからこの時に柔らかい方がいいわけよねあんまりこう硬いと厳しいんで、えー、柔らかめに茹でてとりあえずこう全部崩しちゃってください はいこんな感じできましたとはいでこのじゃがいもをですね、えー、フライパンに、えー、入れて温めていきますねまずははいこんな感じで結局なんか材料的にはすごく簡単シンプルで今回やったのはもうじゃがいもとチーズのみなんですよねであのー、その日高良美シェフっていう方が教えてる動画を見ると、えー、玉ねぎの何、えー、ていうんですかね 炒めたのっていうか蒸しにしたものっていうか、えー、それをソフリットっていうのかなそういうのを混ぜたりしてますねまあそうした方が味のにいろいろ深みが出るかもしれないですねチーズの量を見てくださいこれぐらいは入れてますからね多分本家のやつもっと入れてたような気がするからちょっと見てみて確かめてみてくださいでうまみにまあパルメザンチーズもプラスしていきますなんかじゃがいもとチーズ11ぐらいの勢いで入れてたと思うよ かなりですねだからまあ、俺が作ったのですらかなりのこうハイカロリーだけどもっとすごいのかもしれませんね。で入れたらだんだんこうチーズ溶けてきますから、えー、溶けていったらこっからなんですけどねまあ、徐々にこう返していくんだけどもはいこれ全然1回でペロッとなんなくていいです。でこうやって返しては形を整えるっていうことを繰り返していってまあ 丸みをキープしていけばいいというかねなんかいきなりこう全部パターンってお好み焼きみたいにひっくり返るかっていうと絶対無理なんであの全然気にせずにまあ特に序盤気にせずにこう混ぜ返していく感じであおってはこんな風に形を元に戻していくみたいなまそうやってるうちにチーズとじゃがいもがまんべんなく混ざってねいきますんであまり気にせずあ綺麗にね丸くなってきましたね はいこんな感じになってきて少し焦げ目もねつき始めたかなうんあんまり強火すぎない方がいいんで中火から弱火中火ぐらいでいいのかなはい、えー、またあんまうまくいきませんでしたけどこうやってこんな感じでだんだんこう色合いがね、えー、ついてきて綺麗にああだいぶね焦げ目ついてきましたね綺麗に焼き目が両面につくぐらいまでいきたいかなって感じですおああこんぐらいまで固まってくると 裏返りやすくなるんでねえー、こんな感じですよねはいだいぶこれ外カリカリしてきてると思いますんで完成間近でございますがもう一発ぐらい煽っていくのかなあ硬さがいい感じになおいはいはいこんな感じで綺麗な焼き色ついてきましたねこんな感じで出来上がりになりますはい外がカリカリということでねはい完成です はい。というわけで、えー、あちち、あちち、焼き上がりました。あち、あちよ。あちよ。え、カリカリのチーズ焼きができました。ちょっとね、とにかく外がもう、カリカリなんですよね。で、こんなでかい。ちょっとピザみたいですけど、ちょっとこれを、食べてみたいと思います。ちょっとこう、一口大にしようかな。あ熱い。熱そうだな うまく取れないよう、えー、いただきまーすうんうーんいかにもチーズの外側のサクサクの歯応えおいしいねでもまあ素人が作ったカリカリチーズ焼きなんで あのシェフが作ったものはもっとうまいんでしょうね <laughs> という気分はしますがはいではこの辺からねちょっとした反省に入っていきますけどもねあのその日高シェフが作ってた動画を見て見比べてちょっと思ったことはあれもう一回り小さいフライパンで厚めに作った方がもしかしたらい,いいかもねと思ったね、まあ、外カリカリなんだけど中のトロッと感がねちょっと弱かったんですよそれはチーズの量のの量問題なのか、まあ 平べったく大きめに広べったく作りすぎたせいなのかっていうのがあるんだよねだからねもう一枚り小さいので同じ分量でやって、ま、もうちょいチーズ多めにあったら中がもっとトロッとした感じいけたのかなとか思ってねいやー反省すること多いですよねまあとりあえずでも試しにやってみてくださいよきっとあの美味しくカロリーできますからねカロリー太っちゃおうと思います <laughs> えー、そんなわけで今日はねじゃがいものカリカリチーズ焼き前に似たような料理でじゃがいものパンケーキを作ったんですがあれとはまた全然違うカリカリ感のじゃがいもでございましたなんかあの玉ねぎをちょっと入れてもいいみたいねはいそんなわけでどの部分がちょっとアフれコこになってるか分かりませんが、えー、編集前なのでいろいろおしゃべりしました <laughs> そんなわけで、えー、概要欄を見てみてくださいそれではねまたバイバイ はいというわけでチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。ああと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆司でした。